のショートヨネルサマー。はい、今週も始まりました菊池夏のショートエンドレスサマーのお時間でございます。皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか。体調など崩されてなければ良いのですが、私はまあお話しさせていただいた通り、まあ今日お話何もまだしていないんですけれども、まあね、正月2020年なんかこんな縁起のいい感じの年に、年の正月いきなり体調悪くなり、ちょっと入院みたいな、もう本当に。でもよく考えると私ってなんかいつもだいたいお正月終わったぐらいに体調が優れてない気がするんですよね。正月に張り切りすぎてるのかもしれないってなんか自分で思うんですよね。か、あるいは私の家族がお正月のまあなんか飛び石みたいな感じでお仕事に行かないといけない日とかがあるんですけれどもね、その時にこうやっぱこう街がね、セールとかで活気づいてるところに行って風邪菌もらってきてそれを移されるっていうパターンなのかもしれないですけれども、まあそういうパターンなのかもしれないんですけども、そういうパターンだな。なんかこのお正月は、なんかいつも、なんかあんまり体調が良くないなとか思ったりしながらね、この、先週お話しさせてもらったように、2月3日ぐらい、2月3日ぐらいからかな、豆まきの。ぐらいからが、まあ、新年だという考え方もあるという、ね、諸説ある中であるっていうので、まあ、私は、1月に体調が悪くなった場合は、2月からが本番だからっていつも思うようにしてるんですよね、毎年。なんで、2020年の今年も、まあ、2月からが本番だからって思いながらね、お話しさせていただくわけなんですけれども、どうでしょう皆さん、2月ってなんか特殊じゃないですか。1年で一番寒いっていうのと、あと2月は28日までしかないっていうね。でたまに29日が出てくるっていうのがもうすごい特殊じゃないですか、2月。なんか私はね、この、全然2月生まれでも何でもないんですけども、2月に対してちょっと畏怖してるものがあるんですよね。そんなこと本当にどうでもいい話なんですけれども、本当にどうでもいい話をしてしまいましたね。そういうことで、先週、私は新幹線に乗ることが多くて、その、時に隣の人によく声をかけてしまうっていうお話をさせていただいたんですけれども、まあちょっとそれで思ったことがあってですね、あれですよ、そのもう無理やり話しかけてるわけじゃないんですよ、無理やり話しかけてるわけじゃないんですけれども、こうお話をさせていただくとね、本当にこうなんだろう、もうたくさんの人生があってね、はぁと思うんですよ。例えばそのジャニーズジュニアのライブを見てきたとか、はたまた演劇を見てきたとか、声優さんのライブに行ってきたとか、声優さんのイベントに行ってきたとか、もうなんか私が全然知らない感じのこと、出張帰りとかだったり、なんだったらその方が、すごい大学とかの教授さんだったりとか、
教授の方だったりする場合とか、あと、なんか甲子園、高校野球の時の甲子園のなんかこう、関係者の、もともと関係者の方で、なんかこう、会議があるみたいなとかね、というおじいちゃんとかだったりね、なんかもう本当にいろいろなんですよね。もう、すごくないですか？そう考えると、あの新幹線というこの16両ぐらい編成の中に、もうすごいたくさんの人が乗ってるわけですよ。すごいたくさんの人が乗っていて、その人それぞれ、そのたくさんの人、一人一人の目的が違うっていうのが、なんかもうすごくないですか？いや、あんまりなんかこう、反応があんまりって感じだったんですけど、まあ、反応があんまりっていうかね、まあ、テレビでも何でもないし、目の前に誰もいないんで、別に反応も見れたもんじゃないんですけど、いやもうこれすごいと思うんですよね。この一人一人に人生があると思ったら、なんか恐ろしくなってきちゃって。で、その恐ろしくなってきちゃってからのお話なんですけど、私すごい、もうめっちゃ怖いっていうかなんか思ったことがあって、それは仕事の時なんですけどね、モデルの仕事の時なんですけど、静岡ぐらいまで行って在来線に乗って沼津に行ってくださいって言われたんですよ。で、沼津って行ったことがなくて、在来線に乗り換えて沼津に行くのかと思って、沼津かと思って、まあ、ちびまる子ちゃんとかってそうですよね。なんか、で、沼津の、まあ、こう、有名人とか、こう、調べててね、なるほど、あの人は沼津出身なのかとか思って、こう、乗ってたんですよ。で、今までこう、新幹線だったから、バーって早いじゃないですか、景色が。で、バーって早いから、まあ、特にこう、遠くの景色しか見てなかったら、ですけど、まあ、在来線で、まあ、寝てしまって沼津じゃないところで降りちゃったらもうどうしていいか分かんないから、こう眠い目をこうね開けながら外見てたんです、ずっと。であんまり人も乗ってなくて、まあ、得意のおしゃべりができなくて、別に得意でもないんですけども、おしゃべりもできなくて、こうずっと見てたんです。そしたらね、その時もうなんか夕焼けになってきたんですよ。こう夕焼けの感じで、なんか暗くなる時って一番寂しくないですか？もうこれ、なんかこう、通じますか？これ。あ、そうなんです。私が冬が苦手、すごく嫌いな理由の一つとして、暗くなるのがすごく早いっていうのが、もう本当に憂鬱なんですよ。で、別にその夜遊びが大好きとか、パリピだぜとかそんなんじゃないですよ。もう、性格からしてネクラなんですけども、ネクラなやつほどってこともないですね。ネクラなのに、外まで暗くなられたらっていう話ですよ。で、夏はね、だいたいまあ、6時、7時、8時ぐらいまで、こう、ね、明るいじゃないですか。で、8時ぐらいまででも明るいじゃないですか。でもね、冬とかになると5時ぐらい、4時、もう4時半とか5時ぐらいになったら暗いじゃないですか。はあ、今日も一日が終わってしまった。そして私は一日何もしないで終わってしまったみたいな、罪悪感に駆られてくるんですよ。私は、でもまあ5時って言ったらまだたくさんいろいろできる時間じゃないですか。たくさんいろいろできる時間なんですけど、もう外が暗いから、もう帰らなきゃみたいな気持ちになるんですよ。で、その気持ちになるわけなんですけども、そんなことないですか皆さん。暗くなるのが早いから嫌とかないですか？もう私それがすごいあって、なんかね、こんな感じに見えて、こんななんか私、まあ私の家族もちょっと、イカレポンチなところもあるんですよね。
イカレポンチのところもあるし、ちょっとえってみなんか皆さんからしたらえっていうところがあるんで、結構割と自由奔放みたいなイメージあると思うんですけど、うちね、もう結構私が大人になっても門限があったんですよね。で、門限が6時だったんですよ。ひどい時4時だったんですよね。6時ですよ。今の若い方たちからしたらもう考えられない話だと思うんですけど、6時、まあ、なぜ6時かというと、うちはね、ご飯がめちゃくちゃ早かったんですよね。で、土曜日、日曜日は4時だったんですよ、ご飯が。夜ご飯が。なので、その、4時にいないとダメなんですよね。で、他の曜日は6時だったんですよ。だから、6時に帰ってなくて、お母ちゃんに尻叩かれるわけなんですけどね。まあそういうわけでね、6時にまあ帰るっていうのがなんか染みついてるのかもしれない。かもしれないんですけど、もうこう暗くなってきたらすごいこう寂しいわって思うんですよ。で、その仕事の時に、ね、沼津まで行く間にこう、電車に乗ってたんですよ。で、電車に乗ってて何分乗ってるかとかいうのを計算してなくて、沼津に着いた折りをとりあえずって思ってたら、全然沼津着かなくて、こうずっと外見てたら、どんどん暗くなっていくんですよ。まあ当然なんですけども、進んでるんでね、当然暗くなってくるんですけど、いやーって思ってきたんですよ、また。なんか暗くなってきた、もうなんか夕焼けが綺麗だなぐらいから、ムムムっていう感じになったんですよ。なんか、ってなってきて、その時にね、生まれて初めて思ったことなんですけど、こう、暗くなってきたら、家々の明かりがつくじゃないですか。家々のね、なんか、たくさんの家が、新幹線みたいに速くないんで、こう、見えるじゃないですか。たくさん家があってね、明かりがついてるじゃないですか。その明かり一つ一つに人生があると思ったらもう、ヒヤーってなったんですよ。もう怖いって、ちょっと声割れちゃったかもしれないんですけど、っていうね、自分の中でのもう恐ろしさですよ。なんだろう、こう、ああ、このみんながみんな、こう、いろいろ人生があって、人生を謳歌しているんだな、とかじゃなくて、なんか私の知らないところでも人生が回ってるって思ったらね、まあ当然なんですけど、まあその時ですよね、まだ若かったっていうのもありますし、まあ多分今でもそうなんですけども、なんだろう、私じゃない人生を生きている人がいるっていうのはもちろん当たり前のことなんですけどね、今担当さん、私の担当ディレクターさんと私は別の人生を歩んでるじゃないですか。でもお話とかすることができるじゃないですか。でもね、その家の明かりとは話ができないんですよ。もうね、恐怖になってきたっていうね、そんな2月のお話でした。はい、ということで、もうエンディングの時間になってまいりました。それでは皆さん、また来週まで風邪などひかないようにしてください。今週はこんな感じで失礼します。さよなら。